皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマは、残念なマネージャーが作る営業管理ツール3つの特徴です。営業マネージャーの方、どのようにマネジメントツール、管理ツール、営業会議のための資料とかツール仕組みって作ってるでしょうか。それ全くなくして一人一人のチームメンバーとコミュニケーション取っていても、それはうまくいかないですよね。この営業管理ツールというものを正しく作れるかどうかっていうものが、マネージャーの腕の見せ所になってくるわけです。そんな感じで作るだけで OK なんだっていうこと、すごく理解できますので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。今回の動画は3部構成でお話をします。第1部、残念なツール3つの特徴。第2部、結果が出るツール3つの特徴。第3部、具体的なツールの紹介です。私たちアタックスセールスアソシエイツは、余財管理という独自のマネジメント手法を使って営業目標を絶対達成させるコンサルティング会社です。余財管理に関してご興味がある方、ぜひ概要欄をチェックしてください。余財管理シートをはじめ、3つの無料の資料をダウンロードすることができます。それでは行きましょう。まず第1部は、残念なマネージャーが作る営業管理ツール3つの特徴です。まず1つ目なんですけど、皆さんはね、会議資料とか、あとは情報システムとか、いろんなものを使って営業活動を見える化する、そしてマネジメントしようとしてると思うんですけど、一番まずいのは、営業マネージャー自身が知りたいことだけが記されている。そういうものです。特に業績が悪い営業組織ほど、マネージャーはそれぞれの営業がどこで一体何をしてるのか、とても懐疑的に見てるんですね。ですから、どのお客様のところに行って何を提案してるのか、そして相手はどんな反応なのか、一体何が問題点でなぜうまくいってないのか、もういろんなことを聞きたくなるんですよ。知りたいことがいっぱいあるわけですね。それを何らかの資料で書かせようとすると、うまく区分分けができないので、ひどいツールになるとほとんどフリーフォーマットになって、日報とか週報とか月報みたいな感じになります。そうすると各々の営業が自分勝手に、今日1日は、今週1週間は、今月1ヶ月間はどうだったのかっていうことを書くだけになるわけですよ。うまくいっていない人ほど言い訳ばっかりになります。今期は新規開拓をこれぐらいやらなくちゃいけないということは分かってるんだけど、既存のお客様の中でこういった引き合いがあって、そして想定外のこういうことがあって、で何々があって、今のところうまくいっていません、来月からは心を入れ替えてこういうことをやっていきたいと思いますということを毎月毎月同じように書いていくっていうことになるわけですね。言語力が高くないような営業が書いていると、マネージャーはそれを見てもよく分からなくなります。そうすると会議とか打ち合わせでそれを見ながら、結局何が言いたいんだっていう話になる。そうすると会議も当然長くなるし、書かせてわからないんだったら喋らせたらわかるか、余計にわからなくなるに決まってるわけですよ。ただ自己満足するだけ、いろいろ言わせて、よくわからないけどこういうふうにやれ、ああいうふうにやれって抽象的なアドバイスをするだけになっていきます。ですので、マネージャーが知りたいこと、そこだけに焦点を合わせて何らかの資料を作らせるっていうことは、もう絶対やめていただきたいと思います。二つ目の残念な特徴は、パッと見ても何が問題なのかがわからない、そういったツールです。先ほど言ったように、文章で書かれてあったらもう何が何だかわからないですよね。数字で書かれてあったとしても、その数字を読み解く読解力とか知識がないと、どう読んだらいいかよくわからないですね。数字の羅列だったら、パッと見た瞬間に一体何がダメで何が OK なのかがわからないと、 EDCSサイクルの C、 チェックするための時間が非常に長くなります。結局これって何が問題なのと、一体なぜうまくいってないのと、結局聞かなくちゃいけなくなるわけですよ。ツールっていうのは、マネージャーとメンバー、上司と部下とのコミュニケーションを促進させる、効果効率的なコミュニケーションにするための仕組みとして非常に価値高いんですけど、上司と部下とのコミュニケーションの前に、そのツールに入力したり、自分の考えを出力する、その過程において当事者の営業が頭の整理ができるとすごくいいわけですよ。ですから当事者である営業が頭が整理されない、余計に頭がごちゃごちゃ
になるようなそんなツールではダメということです。パッと見て何が異常値なのかがはっきりしないようなツールはとても残念ということです。3つ目はまあこういった現象があったらダメだよっていうことなんですけど、マネージャーが変わるたんびにそのツールも変わる、それはダメに決まってます。結局マネジメントルールが組織全体で決まってないっていうことですね。属人的な営業活動はやめようってもう10年も20年も30年も前から言われてるんですよ。にもかかわらず属人的なマネジメントをするなんてことは言語道断です。ですからマネージャーが変わってマネジメントツールも変わる、マネジメントのルールも変わってしまうんだったら、結局はマネージャーの属人的なマネジメントが横行してるっていうことですね。ですから私たちはどのようなマネジメントツールを使って組織マネジメントをしているのか、それを見るだけで一発でその組織のマネージャーの力量がわかります。では第2部、結果の出る営業管理ツール3つの特徴についてお話をしていきたいと思います。ここからはシンプルですね、ここにある図を使ってお話をしていきたいと思います。まず1つ目は行動の方向性がわかるツール、2つ目は行動の量がわかるツール、3つ目が行動の質がわかるツールです。方向性、量、質、この順番で覚えていただけるといいです。では具体的にお話をしていきましょう。方向性ってどういうことか、これが営業さんだとしますよね。マネジメントルールがしっかりとできていない、そういった属人的な営業活動をされている営業組織っていっぱいあるわけですよ。とにかく結果出ればいい、ルールも何もなくって戦略とか戦術もなくってとりあえず結果出せみたいな感じでやっていると、どこに行くかわからないですよね。こんな感じでそれではダメなんですよ。まず営業の行動量を増やすとか、営業の行動の質を上げるとか、もちろん大事なんですけど、どこに向かっているのかっていうことはものすごく重要なんです。方向性なんですよね。方針とか戦略と言います。こっちはダメ、これもダメ、適当にやらないでくれ、我が社はこっちに行くんだということです。もちろんこっち行ってもこっち行ってもこっち行っても結果が出るかもしれないけど、最も効率的に結果を出すのはここなんだと決めるわけです。もちろんこれは仮説です。組織全体でこういったお客様をターゲットとして、そして攻めていくんだ、これがまず営業戦略の大前提なんですよ。例えば大学受験で考えてみたいと思うんですね。こういった勉強方法は国公立の大学向けならいい、だけどあなたが目指しているのはこういった私立の大学ですよねと、この大学向けの、この大学向けの勉強しても合格しません。ですからこの私立の大学に受かるためには何が必要かっていうと、この科目とこの科目とこの科目じゃないですかと。そしたら自分のリソースはどこに集中させるかっていうと、これじゃんかとなるわけですよ。ここに合格するための勉強しなきゃいけない、これがまず方向性なんですよ。なのでめっちゃ勉強してます、勉強の、質が上がってますはいいんだけど、それで受かるかどうかっていうのはまず第一に方向性が合ってないとダメっていうことですね。何をして何をしないのか、これがはっきりしていないと、もうとにかく営業の生産性は落ちるということです。それでは続いて行動の量についてお話をしたいと思います。方向性は合ってきた、じゃあ量はといった時に、量を表現するのはこの円の大きさですよ。ですからこっち向かってね、勉強してますって言っても、いや勉強時間が足りなさすぎるじゃんっていう、それじゃダメじゃんってなりますよね。ですからこれだけでは足りないから、こうしていかなきゃいけない、こういうことなんですよ。だからまずは中身も重要なんだけど、でもこれだけの量は最低限こなさないとダメだよねっていうのはある。それは勉強でもそうだし、営業活動の量もそうなんですよ。ですからまずは行動の量が正しいか、適正な量を確保してるかどうかが見えるか、それをしっかり見ていかなくちゃいけない。そして最後は行動の質ということですね。一つ一つの行動の中身を見ていくっていうことになります。それでは第3部では具体的にどんなツールを使ったらいいのか、やっぱり余罪管理シートで考えてみたいと思います。こちらの余罪管理シートはある意味今の行動の結果が表現されているっていうことなんですよね。なのでこの行動で正しいかどうかっていうのは余罪管理シート以外のシートを使って見た方がいいです。まず一つ目の行動の方向性を見える化するのはこちら、余罪ポテンシャル分析シートです。具体的にお客様の情報を入力してデータで表現して、どのお客様の中にどれぐらいの余罪が埋蔵されているのか、
余剤ポテンシャルがあるお客様のところに積極的に行かないといけないですよね。これがまさに方向性ということです。効率的に行動するためには、まず行動の方向性を間違えてはいけないということですね。で、二つ目、行動の量が適正かどうか、それを見るためにはこちらの KPI カウントシートです。余剤ポテンシャルのあるお客様をリストアップして KPI カウントシートに並べます。そして KPI インターバル、組織の中でルールを決めて、例えば1ヶ月に1回なのか、2ヶ月に1回なのか、2週間に1回なのか、このポテンシャルのあるお客様には1ヶ月に1回、このポテンシャルのあるお客様に対しては2ヶ月に1回、そうやって行動計画を作っていくということです。めちゃくちゃ量を増やせばいいということではなくって、正しい量をどのお客様に対して配分していくのか、これを見える化するのが KPI カウントシートです。こうすることによって目標の2倍の余剤が仕込まれるようになりました。そしたら全て OK かっていうと、当然コンバージョン率を上げていく、つまり行動の質を上げていかなくてはならないので、こちら余剤配線図を使うことをお勧めします。ですから3つ目の行動の質を上げるためには、こちらの余剤配線図を使う。どの営業活動の時に相手のどういう人と接触するのか、そしてこの人と接触するためには我が社は一体誰と帯同していったらいいのか、組織と組織で接触していくわけですので、ラインコントロールする上でも非常に重要なんですよね。どのタイミングで誰と誰を接触させるか、このライン、これをコントロールすることによって行動の質が上がっていくということです。行動の質を上げるためにはぜひこの余剤配線図を使っていただきたいと思います。今回は残念なマネージャーが作る営業管理ツール3つの特徴についてお話をさせていただきました。で、先ほどご紹介した3つのシートはこちら余剤管理のすべてに載っています。でも余剤管理のすべてこの書籍を読まなくっても、概要欄で紹介されている余剤管理シートをはじめとした3つの資料、ぜひぜひダウンロードしてみてください。それを見るだけでもある程度の概略が理解できると思います。今回の動画はいかがだったでしょう。ぜひ皆さんにはこの余剤管理大学入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画が参考になった、気に入ったっていう方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。